ロゴランボルギーニは、イタリアの高級スポーツカーメーカーである。正式名称は、ヌオーバ・アウトモビリ・フェルッチオ・ランボルギーニ・ SPA。1999年以降フォルクスワーゲングループに属する。本社、製造工場、ランボルギーニ・ミュージアムは、ボローニャ県サンター型ボロニエゼにある。ランボルギーニのトラクター、プレミアム1050フェルッチオ・ランボルギーニとハラマ、 創業者であるフェルッチオ・ランボルギーニは第二次世界大戦後イタリアにトラックが不足していることに目をつけ軍が放出するトラックを民生向けに改造し販売することで富を得た。大戦中、ロドス島にて兵器のメンテナンスに当たっていた彼の経験が活かされる形となった。1947年当時から自動車好きであった彼はこれを元でに 小さなチューニングショップを開いた。1948年、彼は友人と共にミレミリアに参戦した。車両はフィアットとポリーノで自作のオフヘッドが乗せられていた。しかし途中で友人が運転を誤り、レストランに突っ込んでしまう。この際、彼は友人と共に車外に投げ出され、大怪我を負った。後に彼がレース界から距離を置くようになったのは、 この経験が一因であるとされている。その後、彼はトラックに続いて、トラクターの自社開発に取り組み、1949年に、ランボルギーニトラットリーチ SPA を設立した。当初はただ同然で手に入れた、軍放出車両のモーリスエンジンを用いた一般的なものであったが、後に自ら開発した、排気熱で軽油を気化するインパボリザトーレというシステムを使って、 高性能なトラクターを作った。これは、当時高価であったガソリンをエンジンの始動と暖気に使うだけで済み、あとは安価な経由で十分に動かせたため、大ヒットにつながった。また1960年には、ランボルギーニ・ブルチア通り SPA を設立し、ボイラーとエアコンの製造販売を手掛け、これも成功を収めた。巨万の財を築いた、彼はエキゾチックカーを収集するようになる。 しかし、どの車も厚すぎたり、スピードが十分でなかったり、狭すぎたりしたため、フェルッチオを満足させるものではなかった。後にエキゾチックカーの生産に乗り出したフェルッチオは、助手席に座るレディのメイクアップが落ちないような、快適な車を作りたいと語ったという。やがて彼は、富の象徴、フェラーリのオーナーとなるが、当時のフェラーリにはクラッチに決定的欠陥があった。 所有するフェラーリの度重なるクラッチ故障に頭を痛めた彼は自社のトラクター工場でフェラーリを修理することを思いつく。いざクラッチを分解してみると使われていたのはなんと自社のトラクター用パーツと同型のボグベック製のクラッチ板でありしかも全く同一のパーツにフェラーリはトラクター用の10倍の値段をつけていた。もともとは優秀なメカニックでもあった。 彼は、クラッチ修理と同時に、フェラーリに装着されていたウェーバー製のダウンドラフト型キャブレターを、サイドドラフト型のものに改め、シリンダーヘッドオリジナルのサイチェシーから当時は市販の、フェラーリに採用されていなかった d o h c に改造した。完成した車は、行動でのテスト走行中の新型フェラーリを、カモにできるほど早かったという。 既存のエキゾチックカーに少なからず不満を抱いていた。彼は、これがきっかけで、自動車ビジネスに乗り出す決意をしたと言われる。前述のフェラーリのパーツに見られるような、高額な価格設定に触れ、この商売は儲かると踏んでもいた。フェルッチオはこの時、有望なビジネスモデルとして高級車業界を見ており、スポーツカーへの愛情とその財力を背景に、アウトモービリの創設を決意した。 ランボルギーニ 350GTV ランボルギーニ 350GTV リアこの1963年鳥のショーに出品された 350GTV は非常に目を引く独創性にあふれたフランコスカリオーネのデザインによるボディラインを持ち性能面や上質なインテリア等で一定の評価を得たが居住性や GT としての使い勝手で酷評を受けるこの評を受けてすぐに フェルッチオは根本的な改修を指示、翌年かロッツェリア・トゥーリングにより、手直しを受けたボディをまとった市販車としての第1号 350GT をロールアウト。ここに市販車メーカーとしてのアウトモービリ・ランボルギーニの歴史は幕を挙げた。ランボルギーニ 350GT 当初こそ、伝統のあるマセラティやフェラーリを引き合いに出されては、トラクターメーカーとしての出自を揶揄されたが、 翌年に、合計の 400GT が、ロールアウトされる頃になると独創的なスタイルと、快適性の工事での両立が、エグゼクティブの間では大となり、350GT は130台以上、400GT では250台以上、当時の超高級 GT としては、非常に良好なセールスを記録している。この後、百六十六年のランボルギーニ・ミ浦、ー九百七十一年の、 ランボルギーニカウンタックとあまりにも有名な名車を次々と送り出し押しも押されもせぬ世界的スーパースポーツの代名詞とも言えるブランドとなったトラクターの他にヘリコプターも作ったが認可が下りず結果的にプロトタイプの2台しか現存していないイタリアモデナにあるトニーノ・ランボルギーニムゼオにフェルチオが関わったランボルギーニ製品が展示されている 2006年の総納車台数は2087台、2007年では2580台、2015年の年間世界販売台数が3245台だった。現在の正規輸入販売は、アウディジャパンの事業部として2001年に設立されたランボルギーニジャパンが行っている。ランボルギーニジャパンの設立以降は、本格的に正規ディーラー網を整備し、 サービス品質の向上や全店統一 CI の導入などにより日本でのブランド再構築を進めている。2006年の年間販売台数は176台。2007年3月にはランボルギーに大阪を経営する三岡自動車の顧客情報がインターネット上に公開されてしまう事件が起きた。ちなみに、 ランボルギーニトラクターも日本国内で販売されており、かつてフェラーリの輸入元であったコーンズの関連会社である株式会社コーンズエイジーが販売を行っている。エンブレムにちなみ、ほとんどが闘牛に関連した社名である。ディアブロガヤルド・ウラッコ・カウンタック・チェンテナリオかつては創業者のフェルッチオがレースには出ないことをシャゼとしていた。これは、 当時のフェラーリがレースを本業として市販車はそのための資金稼ぎと位置づけ、ユーザーをないがしろにしていたことに対し反発したため、フェルッチョの息子が反対を押し切る形で、レースに夢中になっており、刺激しないため、フェルッチョ自身がレース中の事故により、大怪我を負った経験によるものなど様々な説があったが、会社から正式なアナウンスは出ていない。 クライスラ参加に入った後の1989年、ラルースチームへのエンジン供給の形で、カイ1グランプリ参戦を開始した。1990年に、メキシコで結成されたチーム、グラスカイ一向けに、カイ1マシンを含めて、製作を行っていた。エントリーが認められたものの、グラスカイ一設立を提言した、メキシコ人の富豪が資金を持ち逃げしたこともあり、 資金が底をつき参戦困難となった。これによる参戦キャンセルによる医薬禁止払いを回避するためにランボルギーニが実質的なワークスチームモデナに再編成して参戦した。しかしマウロ・フォルゲエリが設計したマシンは時代遅れも甚だしいもので目立った成績を上げることはなく同年に撤退した。エンジンのレイアウトは V12 で独特な高温の排気温であり、 それについては同じ V12 エンジンを搭載したフェラーリへの評価を上回るものだった。1993年にはエンジンを再設計し、大幅にパワーアップ、翌年のエンジン供給を考慮して、コスワース HB エンジンの比率差に苦しみ、ルノーエンジンに匹敵するパワーのあるエンジンを求めていたマクラーレンがテストを実施したものの、マクラーレンは、プジョーとの提携を選び、 この結果ランボルギーニは回一を去ることとなった。テストでステアリングを握ったのは三日発起年で同時に彼がランボルギーニエンジン搭載車の最後のドライバーとなっている。なお鈴木アグリが日本グランプリで日本人として初めて3位入賞を飾ったローライル C90 もランボルギーニ製ユニットを搭載していた。スーパー GT にはジャロックより 全日本 GT 選手権の初期から参戦している。当初は漫画家の池澤聡がドライバーを務めた。参戦時のマシーンはカウンタックだったが、1995年から2004年に、ディアブロ、2004年からは、ムルシエラゴ、2007年からガヤルド、2016年からウラカンにて参戦している。これに、ランボルギーにも全面的に協力しており、 このレースのためにディアブロ以降のマシンをワンオフ作成している。2005年からは GT300 クラスにエントリーし2006年内一戦にて初優勝した。ランボルギーニが FIA の国際格式レースで優勝したのはこれが初めてのことだった。ランボルギーニのレース部門である各国のサーキットを転戦するワンメイクレースブランパンスーパートロフェオシリーズは2009年に ヨーロッパで始まり、2012年にはアジアで翌年から北米でも開催されている。同社の歴史的モデルに関するレストアや鑑定を行う部門として2015年春に新設。記念すべき最初のプロジェクトでレストアされたのは、シ,ャシーナンバー4846を与えられたグリーンの1971年式、三浦磯部位である、ポロストリコのアーカイブ専門部署。 歴代モデルについて使用されたパーツやその技術に至るまで全てをデジタル化しアーカイブしている。2006年に開始され2013年から規模を拡張。同社のモデルを個別にカスタマイズしたいという顧客に対応するスタジオである。ランボルギーに製造施設内に設置された同スタジオでは新車購入時にカラーリングや インテリアトリムなどを思い通りに仕上げたいという顧客の要望に応えるため、エキスパートスタッフが個別対応する。トニーのランボルギーに、農民のトラクターがない、ザ・スピリット・オブ・ランボルギーにを焼秋を焼く、三つ一社、2004年、46から47ページ。ランボルギーに、会一新代表就任のドメニカリ公認を発表。ビンケルマン氏が、ッティ社長と兼任へ。 オートスポートウェブ2020年12月7日閲覧。8期年のテスト走行中、ルノーエンジンに対抗するためあまりにも無理やりパワーを上げすぎたエンジンは、8期年曰く大爆発と言われるほどの激しいエンジンブローを起こし大破した。ありがとうございます。